皆さんこんにちは、データです。前回の動画では我が秋月の家が龍蔵寺家、大友家と同盟を締結しました。このおかげで秋月城は平和になりましたので、安心して町を作ることができます。ここで我が秋月の戦略を紹介します。まず最初に目指すのは経済大国。収入を増やすために商人町をどんどん作ります。その次に軍事大国。お金さえあれば何でも買えます。鉄砲も買えるし馬も買えます。これで強力な軍隊を編成して天下統一。何かご質問はありますでしょうか。天下統一なんてね、簡単ですよ。このホップ、ステップ、ジャンプでいいんだからね。はい。この平和な時間を有効活用してお金を稼ぎましょう。ね。お金がないのに軍事大国になろうとしている北のどっかの国の真似はしたくないですよね。はい。まずは経済大国です。もう商人町をどんどん拡充していきましょうね。これね、今大友家に攻められたら困るな。はい、相良家との同盟が切れました。延長してもいいんですけど、相良家との同盟にメリットないんですよね。なので、こちらからは延長しません。もし向こうから同盟してくださいって言われたら、同盟してやってもいいです。多分向こうも同じこと考えてるかもしれないね。はい。龍蔵寺家との同盟切りました。こちらはすぐに延長しましょう。はい、お願いします。はい、延長できました。これで安心です。だいぶお金が入ってきたので、このお金をさらに増やすために商人町を作りましょう。今はお金を増やすためにお金を使いたいですね。お金がお金を呼んでくるというのはやっぱしいつの時代も変わんないんでしょうね。はい、民中を上げるために施しもしましょう。ただそろそろ武家町も作りたいですね。大友家がこの城を狙っているみたいですから心配ですしね。はい、三つ目の商人町が完成しました。もうどんどん作りましょう。
はい、今度は大友家との同盟が切れました。こちらもすぐに延長です。時間が経つの早いですね。お願いします。あれ延長してくれない。ああ、関係が悪化してるんだ。これはやばいね。なんとかしないと。いやいや、ここで大友家と延長しないと、戦争したくないしね。ああ、厳しいね。ようやく町が発展しようとしてるんだから、もう是が非でも同盟結ばないと。ダメっぽいね。やばいね。やばい。やばいんですけど。もう一人ずつ行くんじゃなくて、もう、家臣全員で行きましょうよ。もうみんなでも、大友総理に頭下げて、もう全力でお願いすれば聞いてくれるでしょう。もう全員で行こう。一人ずつ行くんじゃなくて。頼むよ、本当に。もっと頭下げて。もっと平身低頭。この頭の下げ方講座ってのがあったらいいね。あ、よかったー。はい。はい、同盟延長できました。危なかったね。もう時間がないかもしれないね。急いで軍事大国になりましょう。これからどんどん兵士を増やします。もうついに秋月城、商人町が4つできたんで、そろそろ、軍事大国になってもいい頃ですよね。はい、ここで忍びの里、忍者村ですね。忍者村作ります。今のままでは、秋月城では忍者村作れないんで、他の大名と同盟を結びます。忍びの里作れるのは、三好家がいいね。三好家だと南蛮町も作れるみたいだし。はい、三好家と同盟を締結です。お願いします。あ、こっちは簡単だね。はい、同盟締結です。これで秋月城でも、忍者村を作れます。この忍者村を作ると、他の大名のところにいる優秀な武将を引き抜くことができるんですね。ね、優秀な武将がいれば、戦争になっても負けることはないでしょう。はい、子供が生まれました。この生まれた息子のためにも、秋月城を強い国にね、しないといけませんね。
はい、ここに忍者村を作ります。はい、できました、忍者村。ここに忍者屋敷をたくさん作ります。忍者屋敷がたくさんあると、忍者が優秀になるんですって。どうしてなんだろうと思って、まあ、会社でもそうですけど、やっぱり人がたくさん集まるところって、人材もたくさん集まるんでしょうね。そういう理屈かなと思います。なので、忍者村を、忍者屋敷をたくさん作ります。今度はもう戦に備えてお米もたくさん作ります。やはり腹が減っては戦はできぬ。はい、ついに秋月城でも鉄砲を作ります。もう鉄砲といえば最新兵器ですよ。で、お金が欲しいときはこの鉄砲を売ることもできますしね。やっぱり自分の城で鉄砲を作るっていうのは強みですよ。もうメイドイン秋月城の鉄砲が全国に流通するでしょう。続いて南蛮町も作ります。南蛮町を作ると天守閣が発展するんですけど、で、僕いつも思うんですけどね、天守閣と南蛮町がどう繋がるのか理解できなくって、ね、南蛮町があると建築技術が発達するってことですかね。でも、南蛮町の建物ってレンガじゃないですか。で、天守閣はレンガじゃないですよね。はい、オートモケットの同盟切れたのでまた延長します。今度はすんなり行くといいけど。はい、今度はすぐに延長できました。これで安心です。よかったですね。はい、ついに忍者村完成です。これで、まあ他の武将をスカウトするんですけども、誰をスカウトするかと言いますと、はい、松永久秀。もうこの人がいれば、もう龍造寺も大友も怖くないです。もうぜひとも我が秋月に来てほしいですね。そしてもう一人、大浦為信。この人も優秀です。なんとかして秋月に来てもらいましょう。大浦為信は、香水事情かなに言いますので、ここに忍者を派遣します。下忍だって、上忍でないとスカウトできないので、もう一度行きましょう。はい、今度はうまくいきました。これで大浦為信が寝返るのを待ちましょう。うちに来るといいですね。それで松永久秀は三好家にいるんですけど、今三好家と同盟関係なんですね。で、同盟関係だと忍者を送れないので、三好家と同盟切れるのを待ってから忍者を送ります。はい、同盟切れましたね。これで忍者を送って、松永久秀をスカウト。その前に鉄砲を作れないんですね、同盟切れると三好家と。だから鉄砲を作るために島津家と同盟を結びます。やっぱり九州に同盟関係の大名いた方が安心ですしね。は
はい、島津と同盟できました。これで鉄砲を作れます。で、三好家にいる松永久秀をスカウトしに行きます。はい、忍者行きました。これで我が秋月に優秀な部長が加わりますね。もう天下統一まであともうちょっとです。はい、竜造寺家との同盟決めました。あの、松永久秀が来るまで延長したかったんですけどね。攻めてきたね。まあ、兵も集まってるし、もう延長しなくていいのかな。ね、こんだけ戦う兵がいれば。向こうの方が多いね。一発また早かったね。負けちゃうね、これだと。負けちゃうんですけど、これだと。兵はいるけど、武将がいないんだよね。ダメか。天下統一はまだ無理か。ね、戦えるのは原田しかいないもんね。あとはみんな文官にもなれないし武官でもない、ほんと中途半端な。さあ、あ、援軍来ました。あー、よかった。これで首が繋がった。もう少しゲームができる。ね、向こう、こっちは、軍神がいますからね。ありがたいですね。もうぜひ、大友援軍に、決裂してもらいましょう。何もできやしない、こっちじゃん。早く、乙女援軍早く来て。早く来て、壊されちゃう。砦で壊されちゃうんですけど、早く来て。援軍は操作できないんですよね。早く来て、早くこっち来て。壊されちゃう。お任せくだされ。早く早くこっち来て。来た。はい、一部隊壊滅です。やっぱし大友援軍強いね。強いわ。てかうちの軍が弱いんだけど。やっぱし人材が欲しい、優秀な武将が欲しいね。だから忍者村頑張って作ったんですけどね。早く来てほしいですね。
はい、兵の数ではうちの方が圧倒してますね。兵の数ではね。はい、二部隊目壊滅です。撃ち取りました。やっぱ大友援軍強い。もう大友様様ですね。もう頑張って頭を下げた甲斐がありましたよ。いやーすごい。てかかっこいい。かっこいい大友。大友援軍。はい、もう続々と退却していきますね。はーい、はい。龍造寺が退却です。大友援軍のおかげで、勝ちました。はい。捕まえましたけど、うち来てくんないね。切りましょう。もう、切りましょう。はい。ついに秋月城で馬を買います。もうこれで強力な騎馬軍団を作りましょう。もう馬と言ったら秋月の馬と日本中で言われる日が来ますね。はい、時間がかかりましたけど、これで兵の数が1万を超えました。これで立派な軍事大国になりました。天下統一まであともう一歩です。